あなたのリアルを聞かせてください。これが名工大博士後期課程のリアルだ。山本亮太は生命応用科学を専攻する名工大博士後期課程の1年生。セラミックスの環境エネルギー対応を研究している。名工大では多くの学部の学生が学部修了後に修士課程に進学しますが、僕は修士課程1年の頃にドイツに留学をしました。現地でドイツの博士課程の学生と触れることで刺激を受け、博士への進学を決意しました。学内外、さらには国内外の多くの研究者と話すことができるのは大きなメリットです。またドイツ時代に知り合った研究者との交流もまだ続いています。名工大の日独共同大学院プログラムにも参加をしていて、共同研究をしたり論文を書いたりすることもあります。自分が日々成長できることを実感しています。山本の指導教官である柿本健一教授は語る。研究室に4年生で配属されてくる時まではですね、正直言ってあんまりどんな方なのかよく分かってなかったんですね。転機は1年生の後半、冬場にですね、彼は海外に留学をしたんですね。帰ってきて驚いたのは、芯の強さ以上にこれだけ対応力が高いんだと。本当に大きな人間として3ヶ月後ですけれども、この日本に帰ってきました。研究や科学に興味があって、もっと勉強したいと考える学生にはどんどん来てほしいです。僕も最高の学位である博士を手にして世界で活躍したいと考えています。木村翔子は情報工学を専攻する名工大博士後期課程の1年生。感性をテーマとしたロボティクス技術などを研究している。一番言いたいこととしては、とにかく最後まで諦めないこと、まあ時には待つっていうことも本当に大切ですね。で、待って初めて開花することもある。それを愚直に耐えて、そして少しずつ一歩前進でも向かっていく、その努力が大切だと思います。ちゃんと自分の意見をはっきり言うことですね。やっぱりその言葉遣いとか伝え方とか、皆さんをちょっとまとめやすい言葉をなるべく言うようにする。そして次につながっていくようなリレーションシップしていくような、その組織にしていくように日々葛藤してますね。D コミュニティの前リーダーが木村について語る。 DC と呼ばれる、博士後期課程の学生を対象とした研究費を、受給できる、日本の制度があるんですが、その研究費に対する D コミュニティの活動として特に木村さんは注力されています。木村さんの豊富な経験であったりとか、多彩なバックボーンという由来の適切なアドバイスというのは、申請書を作り上げるという上でとても貴重な意見になったと感じています。博士を取ることによって、やっぱりそのもっといろんな国で活躍ができる、その学位を持っていることによって自分のその可能性がすごく広がるんですよね。伊原光也は情報工学を専攻する名工大博士後期課程の3年生。進化計算やニューロエボリューション、AI 技術などを研究している。修士1年目になると夏から就活が始まりました。やっと研究ができると思ったのに、もう就活、もっと研究がしたいなっていうふうに思いまして、博士後期課程への進学を希望しました。大手建設会社さんと共同研究で建設の効率化、省人化の研究をしています。他にも共同研究のプロジェクトがいくつか動いておりまして、後輩たちとチームを組んで研究を進めております。後輩を指導したりとか、
研究をマネジメントするにあたってやっぱり自分を高めることができたのでいい研究になったと思います。伊原と同じ研究室に博士への進学を決意した学生がいる。伊原先輩は現在複数の共同研究テーマを持ってまして、その後輩それぞれに対して研究テーマの立案、計画の立案からその論文の執筆や発表に至るまでずっと面倒を見てくださる先輩です。いつも分厚くて難しい英語の論文を読んでらっしゃいまして、その世界最先端の技術をインプットする力に長けています。それで僕も伊原先輩を見て博士後期課程に進学したいという意思を強く持ちました。企業でも大学でも研究職に就くのであれば博士号は必須です。やりたいことが明確にある人は博士後期課程進学を考えてみてほしいです。名工大の博士後期課程を修了して最前線で活躍する研究者のリアルを聞く。 Google Japan のスレンヘイガと言います。2006年に名工大で博士号を取得しました。所属していたのは徳田研究室です。音声技術、中でもコンピューターに喋らせる方の研究をしています。大学生の皆さんに伝えたいのは、むしろ誰もやっていない研究に挑戦してほしい。その方がうまくいく気がしています。博士課程は自分で考えて学ぶので、研究の自由度は高い。積極的にチャレンジしてほしい。私は最初、日系企業の欧州研究所に就職しました。その後、現在の会社から声がかかり転職しました。日系企業だけでなく、外資系企業を視野に入れることで選択肢は増えます。外資系を目指すなら英語力を高めてほしい。そのためには留学も非常に有効な手段です。研究でいろいろな国に行ったり、いろいろな人に会うことができる。私にとってはとても楽しく刺激的な日々です。それが博士号で実現しました。博士後期課程に在籍する学生のリアルをお届けしました。あなたの内なるリアルな声は何を語っていますか？研究が好き、工学が好き、その気持ちがあれば博士への道は開かれます。その道はさらに未来へとつながっています。